ただいていますが、8月の9日日曜日、納涼祭を予定しております。10時半からですね、こちらで南部の方で行いたいと思います。屋台とかですね、いろんな催し物、盆踊りも企画しておりますので、皆様お楽しみにしていただければと思います。また8月の20日木曜日の日は夕食料理場おすすめの日となっております。8月の23日は、10時15分からこちらのラウンジで運営懇談会を、7月に、ね、同級になったものを、8月23日に開催させていただく予定でございますので、どうぞよろしくお願いいたします。今日皆様ごゆっくりお食事を召し上がりくださいませ。本日はどうもおめでとうございます。ごゆっくりお召し上がりください。Thank you.
Thank you.
とうございます。で今日はお刺身はね、マグロとサーモンと甘エビです。それとあと赤飯とあとお吸い物ですね。茶碗蒸し。あとは黄色いのはあのお酢物ですね。あのカブとワカメの酢の物です。それと今日デザートは抹茶プリンですね。はい。それと煮物は冬瓜と今冬瓜と煮物とオクラですね。あとエビですね。ちょっとしたエビが入ってます。はい。これからまた暑くなってきますので、また皆さん体をお大事にしてください。今日は本当にどうもありがとうございました。ごゆっくり召し上がってください。Thank you.
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 ありがとうございます。またお願いします。ありがとうございます。